床屋でも人とのつながり大切にする人でも何でもないからね。ただのアブさん大切にする人だからね。あれ、あの後ろ姿って近藤さんだ。何やってるんだろう。あ、入るある。あれ、戻ってきた。あ、入るある。あれ、やっぱ入んない。あれ、この店じゃないかな。おい、間違ったかな。おい、あれ完全にビビってるさ。何かご用ですか。あの、すいません。それどこにあるんですかね。私カビ食いとことこ本当に今分かってるくせに、さっさと入れよ。回りくどいんだよ。新しいかどうか知らないけど、神酔いどこなら向かいにありますよ。拒否られたよ。さりげに入店拒否されて別の店進められたよ。ゴリラディスられてる。ディスられてる。ゴリラディスゴリラね。あれ、ああそうか、あっちなんだ。涙目だよ。ああちょっと見てられない。やめてやめて。いい加減にしろよおっさん。帰れよ。待ち潰すぞ。あれ、なんか涙出てきたんですけど。何この気分。すごい嫌な気分なんだけど、何これ。どうしたらいいの。ひどいでしょこれ。今回ばかりはかわいそすぎるでしょこれ。私一発しばいてくるね。あいつら。